それでは伊達締めを締めていきたいと思います。伊達締めを真ん中でこう持ちます。右側から当てて下に下ろすような形で後ろに回します。そして後ろで交差させます。少し締めて下側に来た方を折り上げます。そして前に持っていきます。前で横でグッと締めます。で左側を上にして2回からげて時計回しに回して肩は結びかもしくは端を両脇に入れておきます。きっちり入れておかないとこの辺は出てきますので、きっちり入れるようにします。